速稼塾の久保でございます。私はね、ある時、私の、前世が見えるという人にね、会ったことがあるんですよ。で、私はね、前世のことを聞いてみたことがあります。私の前世は何人か、いらっしゃって、当然ですけどもね、ある人は江戸時代にいて、ある人はなんかあれですね、縄文時代の頃のエジプトにいるとか言ってましたね。で、通常こういう前世を聞くときって有名な人が出てくるんですけど、私の場合は全くの無名で、名前もよく覚えてないんですけどもね、とにかく普通の名前で、どっかの国のね、統領だとか王様だってことはなくて、本当にね、町に住む普通の人だったらしいです。ただその普通の人なんだけども、ちょっと変わったことをやりながら生計を立てていて、で、何人かの人には人気があって、で、暮らし全体としてはね、本当にその当時でいう平凡な人生だったらしいです。ただその平凡な人生の生き方がちょっと特殊だったというふうに言われてましたね。このぐらいのことを聞くと、今とあんまり変わんないなと思うんですよ。私も今ね、家を持っていて家族がいてってことを考えると、そんな人いくらでもいるでしょっていうふうに聞かれるんですけども、でもその状態で家のローンがなくて勤務をしてなくてっていうふうにちょっと条件をつけるだけで、いきなりそういう人ってのはあんまりいなくなるわけですよね。で、前世もそんな感じだったらしいです。で、その前の私の人生も前世も同じだったみたいです。エジプトにいるらしいんですけどね。そういうふうな話を聞いて、何度かその方にお会いして、私がね、今度は未来にどんな人間になっているのかってことを教えていただきました。その方にはね、事前資料をお渡ししたりとか、自分がこうだったらいいなみたいなね、いわゆる材料を渡すわけなんですよ。でもね、ネタを渡したと分かっていてもものすごく楽しい時間だったかなと思います。これがですね、事実かどうかは分からないんだけども、言葉とかイメージとか思いに対して私がお金を払ったいい例ですね。でもその方もその方ですごくね、才能があると言いますかね、能力があるというか、私が一番最初にその話を聞いて、ダメだこりゃとかね、そんなことぐらいだったら聞くまでもなかったかと、お金払うまでもなかったかと思われたらそこで終わりなんですけども、いや、次はどんな話聞けるのかなって思っちゃうんですよね。で、きっとその方は私が渡した資料をもとに想像でお話してると思うんですけども、でもね、面白いわけなんですよ。で、どんどん知りたくなるわけですよ。しまいにはね、私の、未来も知りたくなったんで、私の子孫はどうなってるみたいな話をしたりとか、じゃあ私の子孫の仲いい友達とかね、じゃあその子孫はどういうふうな家族を持つのかみたいなことを話してみると、そこから話がまた広がってですね、で、次に会った時にその続きから聞かせてくれるんですよ。だからよく覚えてるなと思いましたね。私も覚えてないぐらいなんですけども、でもこういうね、こともビジネスとして成り立つわけなんで、吉田さんのようにね、言葉を売るっていうのも、もっともだなと思うんですよ。人はその言葉によって安心したり、言葉によって不安だったりとか、とかくですね、耳から入ってくるもの、目で見るものにすごく影響を受けるんですよね。逆に言うとですね、心地よくしようと思ったら人のこといいものを見せ、いいものを聞かせればいいってことになりますんで、そういう方にはね、そういうセラピストさんとかにはものすごく注文が入るんだろうなと思います。ただね、見るのも聞くのも嫌だ、不愉快になるって人は、そこで終わったりとか、どうもうさんくさいなとか、信用できないなとか、ついつまが合わないなっていうふうになると、リピートしないのかなと思いますよね。そういう意味で言うと、とにかくやりましょうっていうところで我々は一貫してるんで、いつもね、繰り返し見ていただく方が出てくるんじゃないかなと思う次第でございます。それでは、いってらっしゃい。